どうも皆さん、おはこんばんにちは、リトマスです。今回からやっていくゲームはですね、こちらコーリング黒き着信というホラーゲームですね。あー、怖そう怖そう。これ実は私 5,6 年前に1回、20画鋲さんっていう友達の家でお泊まり会した時にちょっとやったんですけど、寝落ちしちゃってよく覚えてないんで、やっていきます。始める。最悪だ。超怖そう。セーブファイル新しく作っていきます。ソフトはね、その 5,6 年前買ったソフトを20画鋲さんから借りました。やっぱ夏はこういうのやりたくなっちゃうんだよね。ニューゲーム、他に何かあるか。ギャラリー、オプション、ちょっとオプションで画面の明るさとかね。そっか、ガラケーの時代か。字幕 OK。 チュートリアルは、チュートリアルは一応オンにしておきましょうか。携帯電話、 Wii リモコン、 Wii リモコン、テレビスピーカーにしよっか。 Wii リモコンから流れても多分音がよく拾えないと思うので、画面揺れどうしようかな。明るさ、おお。明るさマックスにしたいんだけど、いいかな。戻る。オッケー、こんな感じでよろしいでしょうか。ニューゲーム、おお、超怖え。おすすめ、このゲームは Wii リモコンを携帯電話に見立てて使用。あー、そういうことか。まあそうしちゃうとちょっと不便なんで。七七さんが入室しました。こんな感じだっけ。こんばんは、こんばんは、七七さん、七七さん、こんばんは、こんばんは、七七さん。まあ、よくある、まあ、そういうチャットをするようなサイトなのかな。結構にぎわってますね。こんなに人いると思わなかった。ここへ来たってことはいろいろ噂を聞いてきたんでしょ。まあそんな感じです。皆さんはどうしてここに。結構噂になってるし、ちょっと気になることがあったから。死者と話できるって噂聞いたけど本当かな。それってあれ、サムサラって雑誌の記事でしょ。あ、その雑誌俺も知ってるよ。え、何それ。すっごくマイナーなオカルト雑誌だよ。俺の愛読書だけどね。ウケる、愛読書。そうそう、サムサラによると少し前の女子高生の事件も関係あるとか。もしかして3人の女子高生が死んだってニュース。ああ、あの事件ね。サムサラに特集あったけど続きが載らないんだよね。いろいろ噂あるから来てみたけど、普通のチャットサイトだね。雰囲気は不気味だけどね。他になんか噂とか知ってます。サムサラ以上の情報は持ってないな。いや、十分詳しいから、マッコ。黒猫さんが入室しました。今のところの流れだと普通のチャットサイトですね。また噂に釣られた人かな。こんばんは、黒猫さん。無視だこいつ、ふっざけやがって、バカ野郎この野郎。ああ、いいやつだったわ。こんばんは皆さん、ちゃんと挨拶してくれる人ね。ちょっとタイピング慣れてないのかな、もしかしたら。おお。黒電話も鳴り出す。
なんじゃば。もしもし。ここでタイトルドーンです。これは何ですか？961。近藤さんかなり気を落としてる。突然だったから旦那さん亡くなったの。お子さんもいないし一人っきりになったからなおさらかもしれないわね。でもあそこの旦那さんちょっと気味悪くなかった？趣味が人形だったりとかね。そうそう、結構な数なのよ。最近じゃ自分で作ったりしてたみたいだし。人形に取り憑かれたようだったって。旦那さんの人形集め、お子さんが亡くなってからって話よ。あら、近藤さんちお子さんいたの？もうかれこれ10年くらい前の話よ、お子さん亡くなったの。ひょうのショー、鈴谷新一だったかな。説明書に書いてありました。汚っ。ここはどこ？あ、こいつの部屋じゃないのか。どこだ？まさか。探索中の視点は Wii リモコンのポインターで操作します。画面端にポインターを寄せると向いている方向を変えることができます。また Z ボタンを素早く2回押すと後ろを振り Z ボタン、あ、これか、ヌンチャクの方のこれか。はいはい。コントロールスティックを前に倒すと前進、後ろに倒すと後退、左右に倒すと平行移動。 Z ボタンで走ります。 C ボタンを押すとしゃがみます。ただしゃがんでいるときは走ることができません。移動中にプラスボタンはこっちか。プラスボタンを押すとメニューを開くことができます。メニューでは入手したアイテムを確認したり設定を変更することができる。なお移動中に1ボタン、これ移動中に難しいな、押すの。メニューを経由せずに地図を見ることができる。おお、びっくりした。おいおいおい、急に。調べられるものに Wii リモコンのポインターを当てるとアイコンが変化します。入手したメモやアイテムはメニューで確認することができます。家具や物、人物を調べるとサーチになる場合があります。 Wii リモコンの A ボタンでドアノブや引き出しの取っ手を持ち、 Wii リモコンを振るとドアや引き出しを開けたり閉じたりすることができる。サーチは B ボタンで解除。 B ボタンはここか。なんかあるな。いや、超怖えぞこれ。めちゃめちゃ怖え。これ一人でやるもんじゃねえ。あ、超怖い超怖い。やばい、これすげえ怖い。黒猫のぬいぐるみを調べるとセーブすることができる。ただし霊に襲われているとき襲われるんだっけ。セーブは各所クリア後にも行うことができます。セーブすると恐怖値が回復します。じゃあセーブバンバンしていった方がいいっていうことでしょうか。ですよね。恐怖値が
回復するらしいんで。平屋住宅。はあ、怖い。すごい怖いね。で、Z ボタン2回押すと、後ろ振り返りだね。C ボタンを押してる間は、しゃがめる。数本のビデオテープがあるが、ビデオデッキが見当たらない。こんなんありましたっけ？今調べるアイコン出たけど。あれ？人形が倒れてしまっている。あの、カチャチャチャン、カチャチャチャン、やめて。カチャチャチャン、やめて。ダメ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 、これダメ、これダメ、これダメ。すげえ、すげえ怖い。すげえ怖い。すげえ怖いんだもん、これ。はい、ということで今回はすいませんがこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。それじゃあさようなら。バイバイ。